田口鉄道出来53型出来53田口鉄道出来53型電気機関車は、かつて田口鉄道が自社線開業に際して新造した40トン級箱型電気機関車。一両が製作され、系列会社であった宝来寺鉄道や豊川鉄道が保有していた、同級電気機関車に続けて出来53と不満された。 田口鉄道の豊橋鉄道への合併後も、同社田口線となった旧田口鉄道線で、元の形式番号のままで運用され、同線廃止後は厚見線へ転用された。関佐川の上流に位置するエビ、田口の集落は、前社が稲街道の宿場町、後社が天領の中心地として栄えた、この地域の主要というであった。だが、明治後半から大正にかけて、 三河平野を豊川沿いに北上するように、豊川鉄道、宝来寺鉄道線が建設された際、この二つの集落は両鉄道線のルートから外れることになってしまった。そのため、両鉄道線が電化された1925年には、折からの後継機を背景として、この二つの集落から関佐川沿いに南下して、長篠へ至る蒸気鉄道の建設が計画されるようになった。 これは、この地域が、沿線の断固模擁林を、はじめ豊富な森林資源に恵まれ、区内省の出資を仰ぐことができた、という事情も働いてのものであり、区内省を筆頭株主に用した、この鉄道は、当初より森林鉄道的な性格の強い路線として、建設、運営が行われることとなった。そのため、1929年に、 田口鉄道が自社線放来寺口三河海ビ間 11.6km を開業するにあたっては、当然のごとく貨物輸送用電気機関車が新造されることとなった。そこで、宮内省と同様に出資を仰いだ、豊川鉄道が保有していた最新の電気機関車、出来52系歴52に準じた、設計の40トン急進型電気機関車が、以下の通り制作されることとなった。 1929年4月、日本車両製造本店制。製作を受け負ったのは日本車両製造で、機械部分も同社が担当したが、電気部分は東洋電気製造が設計製作した。田口鉄道線は、豊川鉄道、宝来寺鉄道と車両を共通運用とする前提で、車両運用計画を立てていたため、本形式は一両のみの製作となっている。 車体設計はデッキこそないものの豊川鉄道デッキ52に準じており、箱型の構成車体を備える。乗務員扉は側面に設置され、つま面は3枚窓構成で、山岳線での運用に備え、デッキ上中央に大型の砂箱を設置していたデッキ52と同様に、つま面中央窓の直下こし板部分に大型の砂箱を吊り掛け式で設置する。 工述するように発電ブレーキを搭載し乗用することから、このクラスの電気機関車としては珍しく、多数の大型通風グリルを側面に並べ、さらに屋根状に乗せられたモニター屋根側面にも通風口を設置するなど、発電ブレーキ使用時の抵抗器からの放熱に万全を期した設計となっている。田口鉄道線が乗り入れ先の2車線に合わせて、 河線電圧直流1 5 0 0トで電化改良したため、その機器構成は直流1 5 0 0ト専用設計となっている。前述の通り電装品は、東洋電気製造が製作を担当している。出来52と同じく1時間低角出力1 1 1 9ットの直流直巻製流子電動機である、東洋電気製造 TDK-522A を 拡大車に2機ずつ釣り掛け式で走過する。減速装置の波数比は70,18である。東洋電気製造製の電動カム軸式制御機を搭載する。制御電源は直流1 0 0トで、この制御回路へ給電する必要から、電動発電機を搭載する。なお、運用される路線が山岳線である、本形式においては、 連続下り勾配区間での踏みずら発熱によるタイヤ視管を防止するため制御機に発電ブレーキ機構が搭載され、車体機器室の床上だけでなく、床下台車間にも大容量抵抗機が搭載されている。板台枠式の釣り合い量式に軸ボギー台車を2台装着する。そのため軸配置は BB となる。機械式ブレーキ装置としては、 機関車用のナンバーワン4エルベンによる空気ブレーキと手ブレーキを備える。基礎ブレーキ装置は、車体床下,下中央にブレーキシリンダーを走化し、ブレーキロットで前後台車の両下回式踏みずらブレーキ装置を駆動させる。この時代の電車、電気機関車では一般的な構造となっている。このブレーキに空気圧を供給する空気圧縮機は当時広く採用されていた。 ウェスティングハウスエレクトリック車設計の D-3 回で、これを2機搭載して、床下拡大車の両側面に1機ずつ、合計4機搭載された空気タンクに、蓄圧、使用する。戦時買収で、宝来寺、鉄道、豊川鉄道が、飯田線となると、宝来寺、鉄道、豊川鉄道の電気機関車は、国鉄の機関車となるが、出来53は1944年に、 田口鉄道席のまま国鉄に供出され、飯田線でも運用される。1952年からは田口鉄道に復帰し、木材などの貨物輸送を行っていた。1956年10月1日、田口鉄道は豊橋鉄道に合併され、豊橋鉄道田口線となる。本形式は、形式でき50記号番号でき53として、 豊橋鉄道席に編入された。木材需要の減少に伴い、田口線の貨物輸送が減少すると、1965年に厚見線に転積する。この際、河川電圧600ボルトへの高圧工事を実施する。1968年に出来450型に改板される。1970年に全小灯をシールドビーム2塔に変更されている。 貨物列車系引用とされたが末期は余剰旧車となり、1984年の貨物、営業廃止に伴い廃車となった。後に解体されている。同系機として、豊川鉄道でき52系でき52と伊勢電気、鉄道521系521がある。特に、伊勢電気鉄道521は本形式の直後に、日本車両製造本店で設計。 製作が行われており、図面番号がわずか10番違いとなっている。機器面では発電ブレーキの有無や、それに伴う抵抗器容量などが相違するが、台車は軸凶を除きほぼ完全な時計。さらに主電動機が、同じ東洋電気製造 TDK-522A 搭載であり、車体も豊川デッキ52と同様にデッキ付きである、点が本形式と相違するものの、 その増作や側面通風口の寸法、配置など共通点が非常に多く実質的な姉妹機といえる。豊川鉄道、宝来寺、鉄道、田口鉄道の三社は豊川鉄道を機関としたグループ会社であり車両も同系車を導入して直通運転を行っていた。電気機関車についても三社で連番となっている。三社の電気機関車のうち 出来51、出来52は現存している。出来51は、遠州鉄道 ED282。出来52は、学南鉄道 ED291 として、平成15年頃まで車席を有していた。出来50は、山形交通へ譲渡され、同社 ED2 として、廃車後、山形県上野山市のリナワールドにもはにとともに、生態保存されていたが、2012年11月に、 共にリナワールドから撤去された。撤去後の処遇は不明。出来53は600部以下されて、厚見線で使用後、廃車解体。出来54は、伊豆急行へ譲渡され、同社 ED2511 として使用された後、東京急行電鉄へ譲渡され、同社長津田車両工場の場内入れ替え機関車となったが、2009年春に、 アンと工業製の入れ替え機2両が導入されると2009年6月に解体された書籍雑誌ありがとうございます。